コラボス関西百名山ワウワウ。おはようございます皆さん、時刻は間もなく9時になろうとしております。今日はこちらじゃん、アルプス登山口どこのやねん、ですね、滋賀県は、JR の石山駅から、バスに揺られて、やってまいりました。運賃は400円ほど、詳しくはこちらです。コマンアルプスですね、石山からこう来て、現在地ここです。ここから今日は、関西百面山は第64座63座、失礼しました、63座、田中宮山と読むんですね、これ、こちらを目指すと。コースはですね、こっち、この琵琶湖が一望できる堂山を通って、鎧ダム経由で、こう来て、ちょっとだけピストンして、矢筈ヶ岳、で、その後、笹間ヶ岳、で、この、こっちの方に降りて、バスに乗って帰ろうかなというプランであります。それでは今日も元気に行ってみよう。行ってみよう。ご注意ください。一部列車とホームの間に広く空いて。使えるのかな、トイレがあります、ここにちょっと怖いトイレですけど、ここがあります。はい、早くも道に迷いました。あ、なんかね、まっすぐ行きかけてたら、作ってきた地図とちょっと違ってきたので、多分あれを渡るんじゃん、堂山こっちとか書いてほしいな、ここ降りるっぽいですね、ちょっと戻ってきました、ありがとうございます。これをどうして渡るか。行くしかないんだから。オンコース見てるわ。やっぱ来ない。もう成功。もうな、なんかちょっと彷彿としたわ、あの思い出が。これ？それちゃうか。これは分からんな。あそこを降りてきて、これを無理くり渡るんですよ。ちょっと水かさが多いとね。渡られんな。しょっぱな感じで。ほら、やっぱりあれみんな渡ってる風情あるであるね。なあ。こっちゃうか。マジか、獣道ちゃうか。あ、なんかテープついてるわ。あ、テープがついてました。古びたテープを発見しました。こう渡って、こっちに行くんじゃなくて、こっちに行きます。
琵琶湖がちょっと見え出しました。この辺稜線上ですごくいいコースやね。うん、ルートとはちょっとまた外れてしまってますけど、道山はおそらくあの山だと思われますが、果たして我々は道山には行けるんでしょうか。頑張ってちょっと戻ったりするけどって言ったら、ラストテープが貼られてました。行ってあかんとこへ。鎧ダムって書いてる。そうだ、こっちに行ったら、あの、そうそうそう、だからちょっと戻って、はい、我々道山にやっぱり行ってみたいと思います。ここに戻ってくることになります。道山ってこっちって書いてる。はい、はい、わー、すごい景色。 あれが道山です。この道は道山に行ってからまた帰ってきます。はい、一本です。でもどうしても道山も行きたい。わー、すごい琵琶湖が。おー、すごい。わー、すごいね。わー、いい眺め。あれは道山です。アルプスっぽい。あえらいとこなってきた。道山、道山。あ、道山書いてる。やっと、お前こっちから来るはずやった。大前をしてやっとたどり着きました。参りました。めっちゃ大前をしました。時間の関係でいかんとこかと思いましたが、行ってよかったですね。道山、あの山頂に登ったと思ったら感慨深いですね。時刻は、10時44分です。戻ってきました。はい、いよいよこっちに鎧ダム方面に行きたいと思います。はい、わー、空も青いし。
ねえ、ちっちゃい滝、水が綺麗よね。向かい不動。ねえ、ほら。わかんないね。園庭。11時11分です。はい。園庭や。本社って感じ。はい。舗装路を進んで。これは関係ないな。変わった形の岩があります。まっすぐ行ってこうとかできるからこっちだろ。分岐点です。はい。右です。うん。今日は純吉弁当です。弁当あります。今日のメニュー出てるでー。じゃーん、ご飯、ささみの梅チーズしそ巻きとブロッコリー、白菜と、金柑とリンゴの、粒マスタードサラダ、ゆで卵、プチトマト、りゅうちゃんのはだし巻きとおにぎりが入ってます。じゃーん、おにぎりです。リクエストにお答えしておにぎりにしました。さあ召し上がれ。行楽弁当といえばおにぎりです。行楽弁当らしいです。やっぱ一段になって落としにくくなってよかったよね。綺麗な道やな。ほんま、なんかいろんな場所に来たみたい。全然景色がちゃうからさ、さっきの川といい。あー素敵、森林浴。豪快自然。最高。走ってみます。極上トレイルです。泣き不動です。時刻は12時10分。すごい立派やね。お日様浴びて、気持ちよさそう。すべてね、登山道がすごくよくね、整備されててね、そこ放棄もあってね、整理されてるんやなって感じますね。12時14分です。はい。分岐点に到着しました。あれ？でもこれを行ってピストンしてこっちに帰るんじゃん。そうやで。あ、そうやね。はいはい。帰りはこっちに行くんですけど。こっからピストンです。はい、12時15分です。はい。この道はまた、田中見山に行って戻ってくる道です。はい。いよいよ本日の第63弾に向かいます。はい。よく出てくるわーい。そうだね、こんにちはだね。こんにちは。よく戻り合わせていただきました。
あ、すごい。どう見ようどれすごいよこの巨石、うん、またあれみたいになるかな。でもちょっと潜ってみるわ。おんぎゃーやるわ。あ、意外といける。いいとこがありますように。おんぎゃー、すごいよねこの量も、うん、くぐらなくてもこっちから来れます。ちょっとくぐったらええことありそうな気がしてしまう。あ、こっち親切。こんな親切な三角形の印見たことないよ、かって。めっちゃ目立つようになった。あ、ちっちゃこれ。え、それなん？違う違う、これこれこれ、うん、いきますよ、はい、時刻は12時39分。お待たせしました。長らく空いてしまいまして、コラプス関西百名山は第63座田中山登頂しました。嬉しい。いやもうコロナでなかなかね、あの移動がねできなかったから、いや本当幸せです。ありがとうございます。今日この日この地に立てたことに本当感謝したい。神様ありがとう。すごい炎が燃え盛ってる感じがね、うん、はい、時刻は1時1分、ね、はい、戻ってきました分岐に、はい、これからこっちから来ました、岸名は、はい、はい、こっちに行ってみたいと思います、はい。控えめやね、ここの案内は。矢はずがだけ控えめやね。控えめ、でも欲しいところにあるからいいよね。うん、はい、ちょっと山深い感じになってきたね。おう、ここは出会い峠って書いてます。出会い峠、はい、はい、時刻は1時27分。1時27分出会い峠で、こっちに行くと矢はずヶ岳、はい、こっちに行くと、帰り道枝登山口、うん、まあでもあの方角的にこうなんで、はいはい、ちょっとここまでピストンです、はいはい、ちょっと急勾配になりました。矢はずヶ岳に向かっています。はい、何かにつけて可愛らしい。1時35分です。1時35分、はい。
ここに来るまでの方が景色が。ほんまや。ら。まあ往々にしてあるよね、そういうこと。なかなかパンチの効いた登りやったね。距離は短かったけど。休憩するか。はい、休憩タイムです。はい。リンゴ。あ、そう、前回ね、お伝えしたこの玄米トースト。玄米トースト。はい。こんな感じの中身なんですよ、玄米トースト。国内産玄米と塩だけ。シンプル&ヘルシー、8枚入り。1枚36キロカロリーで玄米と塩だけなんですよ。これ、ポン菓子みたいな。これね。どうぞ、リュウジさん、食べてみてください。サクサクいってますね。うん。めちゃめちゃシンプルな味なんですよね、これ。うん。全然美味しいってことはないけどな。うわ、美味しいって感じるあれじゃないんやけど、うん、なんていうの、じわっとこの米の甘みが広がる、うん、これと一緒にチーズとか、うん、の塩味を足すとね、うん、さらに美味しくいただけるって感じですね。こうもうほぼポン菓子ですよ、ポン菓子、うん、ほんでね、何消化にいいからね、食べた後体が気持ちいいって感じ。うわ、めっちゃお腹空いとるらしいわ。もりもり食べてるわ、もりもり。美味しいですか。はい、1時48分休憩が終わり、再出発です。矢はずが岳を出発したいと思います、はい、どこ行けはるんですかね。あっぱこっちでしたね、はい、やばいやばい、もう何でもすぐ間違うからね。おお。はい、1時54分です。1時54分、分岐に戻ってきました。で、出会いのなんだか。出会い峠。出会い峠。最後の一座をここから笹曲がったわけですかね。はい。向かいたいと思います。はい、でここから先枝道大石って地図になってたので気をつけながら行きたいと思います。はい、まさかついてきてるとは。なんでやねん。なめられたのか。なめられたもんです。分岐に来ました。S15 って書いてました、そこに。ここや、ちょうど青いところ。お、やばかった。こうまっすぐ行ったこの赤い道に行くよ。はい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 、はい、左に行かなかった。やばかった。もう矢はず行かずにフォールしてしまった。あ、笹曲がったけど。今日は何遍も失敗してる純吉さんです。なんか今ね、鼻が効いてなんかちょっとちゃうな思って、今行かへんかったの賢かったね。なんかうんって思って、すごい。え、景色がもうね、目まぐるしく変わるから。何この景色、すごない、なんか琵琶湖のミニチュア版。なんかね、この白鳥ね。お、海水浴場や。これはベッドビーチです。なんかちょっと綺麗ですね。波打ちはビーチ入り口。タッチ。海抜0メートル。ここから笹曲がった池に登りたいと思います。もう何やこの広っぱ。ゼロ。なんかさっきの三途の川のとこみたいな。
おそらくはこっち。こっちや。いいや、ね。の方かなあれ。うん。よし。本日初走り。なんと。使わんとしゃあないなっちゅうやつ。行きます。はい。まさかのはしごでした。おお、ここない。気をつけてね、これ、はい、なんかバクってだった。見て驚いてほしいわ。大丈夫でしょうか。じゃーん。おお、すごい。これはやばい。あ、やばい。へえ。これはやばい。433m。あそこじゃん、三角点。おいって感じだな。なんか看板も書いてある。ほんまや。まあでも完全にここが頂上やろ。うわすごい。これはすごいよ。いや登ってよかったね。え、あそこ今朝見たとこ、あれ、あれほらあそこ。おー、そうやな。ねえ。あ、ちょっともうちょっと足がすくんできたわ。落ちんといてや。こんなところです。あ、もう出たあかんで。おお、こ、映ってんのこれ。いや、あ、ほら、これすごい。ねえ、待ってよ。こうしてタイマーで。ここに何か祠があるわ。あ、ほんまや。立派な。あ、ほんとだ。あ、素敵。さっきの岩があの上のやつ。あー、ではそこ。へえ。あ、こっちからも登ってこれるようになってんのや、そのバス停から。あ、岩がこっちの方がなんか本堂っぽいね。せやな。あー、すごい素敵な景色やと思います。はい、ありがとうございました。しゅうじさん、どんな山が一番好きでしたか。道山。あー、道山も良かったね。ほんとアルプスって感じだった、うん、私の眺めはこの最後のが良かったな。周回コースはこれ右に行くねやろ。うん、そうそう。俺らまっすぐ行きたいねんけどな。まっすぐ道ない。あ、そうそうそう。あ、これをまっすぐ行くとまた朝降りたバス停、アルプス登山口の方面に行くみたいです。このプレスト。ここですよ。このバス停に行きたいんですよ。完璧。すごい。はい。
はい、そして林道になりました。はい、いやトレラン好きにはたまらない走れるところがいっぱいあるいいコースでした、うん、ただ小川を渡るシーンが行さんあるのでゴアテックスのシューズもお持ちの方はそれで来られるといいんじゃないかなという気がしましたね、はい、ちょっと靴を結構濡らしそうな感じしました、はい、まあ、それも含めて本当にすごいバリエーションに富んだ景色だの、うん、土のコンディションだのもう山を一日満喫したって感じのいいコースでしたね、うんうん、リュウジさんどうでした？よかったですね。よかったですよね、うん、まあ。あのボッサーとしとったらよく道間違えそうな感じのあれなんで安定ちょっと注意は必要ですけども、うん、はいはい、おすすめですね、まあ、前半と後半とで山の姿がちょっと違うし ね、道がね、そうやね、もういくつもの山を訪れたかのようなもう大満足の行程でした、はい、湖南アルプスぜひいらしてみてください。あの石山駅から登山バスじゃないけどあの登山口までバスが出てるのが便利でしたね、はいはい、一般交通機関でもぜひお越しください、はい、まっすぐ、まっすぐ、ああここが御神木やったんかな、わあすごい立派な、おああそこも神社さんのやつだよな、あ、ほんまや、あった、53分、15分、あ、待って、ああ、1時間に1本ペースぐらいで来ますね、こんな感じの、はいはい、アルプス登山口行きましょう、あ、こっちで OK な、あ、